はい、お疲れ様です。今日もね、オレントアルカディア動画を撮っていきたいと思います。ですね、4月に来ていろいろねコンテンツ増えてるんですが、今回は玄武やっていきましょう。玄武で2つ、追加されておりまして、総比と軽動絵か、ここじゃなくてキャラ画面から行きましょうか。はい、まず総比の玄武から見ていきたいと思うんですけど、まあ総比の玄武はね、待ち望んでた方も多いんじゃないかと思います。総比の、性能ざっと、復習なんですが、まず気力攻撃で、気力低下耐性と弱体化耐性を低下することができる。あとはパッシブの3で敵にデバフが付与された時に確率にはなりますが、敵のバフを解除できるということになります。さらにパッシブの5で、味方全体が気力を回復した時の回復量を上げてくれるというのが、まあ基本的な総比の性能で、UR になると、敵のデバフが解除された時に追加効果で該当敵の気力値が下がったり、 HP4% 分のダメージの、追加が入るというのが、まあ大まかな総比の性能だと思います。で、玄武を持つことによってどうなるかということなんですが、まず回電の効果ですね。気力攻撃時対象の最終被ダメージ軽減を 10% 低下、累積上限が3回戦闘終了まで持続ということで、気力攻撃によって気力低下耐性と弱体化耐性を低下させるっていうことがあったのに加えて、さらに最終被ダメージ軽減も低下させるということになりますね。で、さらに UR1 の効果、気力回復量が 18% 上昇、上昇上限が120点、っていうのが、これですね。パッシブの5、味方全体の気力値の回復量を上げるという効果が、玄武の回電で増してくれるということになります。まあシンプルに強いんですけど、めちゃくちゃ強いかっていうと、うーんって感じですかね。まあ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 って感じだと思います。続いて秘伝なんですが、これがパッシブの3、敵に、解除可能なデバフが付与された時に確率でですね、バフを解除するわけなんですけど、 35% の確率で1個解除だったのが、ですね、 50% の確率で2個解除までになるので、まあ今回の玄武で一番強そうなのはここかなと思います。35% と 50% ってだいぶ違いますので、で個数が1個と2個もだいぶ違うので、体感で言うとどうだろうね、3、4倍は言い過ぎか、倍以上ですよね。倍以上バフを解除してくれるような立ち回りが組めるんじゃないかなっていう気しますけどね。まあここは強いですね。はい。で、極電になると自身の最終被ダメージを 100% 軽減、これがなんでついているのかわかんないんですが、まあ反射に強くなると。さらに UR5 の効果、敵のデバフが解除された時の、相手の気力値を下げるっていう効果ですね。これが200点になり、ダメージの追加が最大 HP15% ということになりますので、まあこれは結構上がります。150点と 10% ですね。これが上がるということですから、まあ強いんですけど、一番は秘伝が美味しそうな感じはしてますね。で、総比の玄武の、全体を見ると、新しい効果が追加されるということはなくて、あくまで今まであった性能が、上位互換されているという感じですね。まあだからぶっ壊れっていうわけではなかったですね。総比の玄武を持つとめちゃくちゃ強くなるのかなと思ったんですが、まあもちろん強いんですけど、特殊効果が追加っていうことはないので、まあそういった意味ではですね、明らかに、これまでの性能が強くなるということですから、基本的には総比は玄武を持たせた状態で使うというのがリーズナブルということになります。はい、続いて軽動絵の玄武を見ていきましょう。軽動絵はですね、ちょっと変わった動きをするのでなかなか使いにくいんですけど、まあ対象がですね、攻撃力が最も高い敵単体になるんですけど、気力攻撃でかなりのダメージを与えます。 270% の物理ダメージプラス、自身の防御力の 180% の固定ダメージを与えるという気力攻撃ですね。ただこの気力攻撃を打つと、めまいをして、1ターンの間動けなくなってしまうというのが、まあ、このキャラ
なわけなんですけど、もう一つ、まあ、特徴としては一騎打ちですね。パッシブの3で、攻撃力が最も高い敵単体から攻撃を受けるとき、これね、最終被ダメージが 50% 上昇した状態で食らうんですけど、その食らった分を返すということになるので、相手からしたらこっちに与えてるダメージ以上が反射で返ってくるということなので、まあ、本当に一騎打ちっていう感じですよね。で、一方で一騎打ちじゃない敵以外からの攻撃に関しては火ダメ軽減が 50% ついているという形になってます。で、パッシブの5でめまいが解除もしくは持続時間、まあ、一ターンが終了すると、自身の HP 回復、記録値が回復するというのが、まあ、基本的な流れになってますね。じゃあゲームを持つとどうなるか。回伝で一騎打ちの効果が変わります。攻撃力が最も高い敵単体から攻撃を受けるとき、このダメージの 150% を反射。これはですね、今までは 50% のダメージを上乗せして食らうんですけど、要は 150% 食らうんだけど、その 150% 分返していたと、多分そういうことなんだと思うんですけど、そこが変わって 50% の上乗せを食らわずに 150% で返すということになっているので、まあ、完全に、攻撃力が高い敵に対しては 1.5 倍のダメージが、こちらは追加ダメージなく与えられるということなので、かなり使いやすくはなってますね。で、さらに一騎打ちじゃない敵からの攻撃を受けた時に、自身は気力値が回復するようになっているということになるので、まあこれはね、気力が溜まりやすくなってくる。続いて秘伝になると、出陣中のオリジナル RSR1 人につき、RSR の最終火ダメ軽減が上昇っていうやつですね。これはですね、今一丁で、要は R と SR で染めるっていうことはあんまりなくて、今までもそういう風に染めてめちゃくちゃ強いパーティーっていうのは、まあ自分は作れなかったし、まあそういうのあんま見たことないので、そんなに強くはないですね。この回伝の効果の方が強いと思います。で、極伝になるとどうなるか、自身がめまい状態でいる場合に、まあダメージを食らうわけなんですが、10% の HP を損失するたびに、自身の気力値が150点も回復するようになります。さらに自身が支配状態でいる場合、まあこれはめまいも含みます。だからめまい状態にいる場合に、気力が1000に達するとめまいが解除されて、要は気力攻撃を打てるっていうことになります。ですので、めまい状態でダメージを受けてチクチク、気力がこう回転して上がっていくというところで、1000点超えた時点でめまいが解除してもう一回気力攻撃を打てるということになるので、まあこれ強いんですよ。まあなんでかというと、気力攻撃のダメージが 270% プラス 180% の固定ダメージなので、攻撃力が最も高い敵に対してはダメージキラーとなり得るのかなというのが、まあこのゲームの極伝の効果になっていると思います。さらにですね、自身が撃破ダメージを受けた時に保有する気力値が500点でいいんですよ。500点を超えていた場合、自身の最大 HP の 50% 回復するということで、まあこれは一回、死ななくなるというようなニュアンスでいいんだと思うんですよね。死ぬダメージを食らっても気力が500点あれば、最大 HP のだから半分ね、回復できるということなので、よりそこからね、また気力が1000点まで溜まって、行けばですね、めまいが解除したりとか、まあ、そういう状況が作れるので、かなりこの相手の攻撃力が高い敵に対するですね、キラーになるんじゃないかなっていうような印象がちょっとしてる。これはね、めちゃくちゃ使ってみたいっすね。まあどっちかっていうと、装備の玄武に関しては、まあ完全に上位互換なので、ただ面白い性能が、加わったっていうことはないんですよね。だから、まあ、必須ではあるんですよ。装備を使う上では必須ではあるんだけど、ぶっ壊れではなくて、まあ、この軽動鋭の玄武に関しては、もしかすると使い方によっては、攻撃力が最も高い敵に対してめちゃくちゃ火力出してくれる可能性があるということが、ちょっと予想されるので、マジで使ってみたいなというふうに思います。まあ自分はですね、今回装備と、軽動鋭両方で、ね、撮ろうかなと思ってますので、ちょっと動画の尺が長くなって今から、鉄柱チャレンジはできないんですけど、まあ別動画でね、もしやるんだったら、撮ろうかなとは思ってますが、両方ね、撮ろうと思ってますね。はい。まあ特に軽動鋭は結構面白い気がしますけど、まあどうでしょうね。元々の性能が
っていうところなんで、まあちょっとわかりませんが、使ってみてまたそれはね、使用感の動画上げていきたいと思います。はい、ということで今回はですね、新しく実装された総比と経度へのゲームに関しまして、解説させていただきました。ぜひ参考にしていただけると幸いです。それでは、お疲れ様です。